決まってるでしょ。うちの3位、はい、22だ。僅差。僅差でない。僅差。僅差。そちらの2位、22だ。結構いい勝負かもしれない。まあでもうち3位だから。そうだよね。もうあと1位。はい、2位。21だ。1位、21だ。おお、1位19だ。おお、お母さん2人チームですよ。お母さん2人チームです。全部主役持ってってます。スーパーショットが、スーパーショットがスーパーショットだったんで、やりました。もてなせっていう。うちだってアルバトロさんのロングだってもう真横についたんだ。超スーパーショット。僕はあの3そこら辺から入れましょう。パンチップイン、本当にチップイン、チップインか、すごかったです。全部主役です。ぐらいをピョーン、カーンって言って入ったわ。聞こえましたそれ。カーンっていうの、でもわってなった。すごい。一つのチームが非常に強かったね。特徴のチーム。あとは大体。35すごいね。35すごい。すごいね。はい。たっぷり楽しんで、楽しんでるよね。楽しんだというね。楽しみました。楽しんだ。じゃあそういうことで、はい、お疲れ様でした。返していきましょう。2日目です。皆さん、ようこそ。まず私たちの自己紹介を先にやらせてください、うん、でその後配信も含めて日本中、世界中の皆さんと一緒にこの開会式取り行っていこうと思います。で、自己紹介を我々がするのが、なんか困った時、なんかお腹痛いとか怪我した時、声かけてほしいという思いもあるので、名前とかを覚えられる人、はい、覚えていってください。 そうです。そしてね、あの、皆さん以上に楽しもうと思ってやってきてるので、時に、はい、時に皆さん以上に楽しそうにしてますので、せっかくなんで仲良くなってやりましょう。ではですね、いきますよ。はい、はい、まずあそこでかっこよくカメラ構えているの、中川局長です。局長、よろしくお願いします。おっちゃんのお世話と撤収カメラ、撤収設営など、はい、撤収設営、はい、一番頼りになる。そう、一番頼りになるです。続いて今次の吉田さんです。はい、吉田と申します。皆様よろしくお願いします。楽しいです。何の役割できてますか。キャンプをすることです。お願いします。お願いします。まあ、多分一番声はかけやすいけど、あんまり働きません。はい、すみません。どうした、すごい。友達立場で。はい、隣、佐賀さんです。佐賀です、よろしくお願いします。今日も物販やります。開会式終わった後にそちらで物販やりますので、うん、立ち寄ってください。よろしくお願いします。お願いします。私 HTV ではないんですけど、イベント制作会社の土山ひろ子と言います。どうぞよろしくお願いいたします。夜は
、はい、またまた町長がトマトジュース持ってきてくれたら、今夜も持ってきてくれたら、今夜も美味しいレッドアイを作って振る舞おうと思います。よろしくお願いします。社長に苦笑いしてグッズ店長と藤村さんは配信始まってから一言もらいましょう。さあ藤村さんの奥、五十嵐さんです。赤ビラの、そうだ、楽しみに行ったね。どうでしょう、ハウスに行くといること多いんだよね。そうです、よろしくお願いします。はい、その隣、マキさんといって、マキさんも HTB の人じゃないんですけど、例えばこの寄付だとか、うん、どうでしょうのグッズ企画したりしてる人です。どうぞ。そうです、マキと申します。お願いします。どうか、白樺の、そう、そうです、間伐材の、白樺の間伐材、キーホルダー入ってますので、はい、メイドイン、これね、あの後ろになんか、あの日付とか、なんか私書きますから、サインとかね、あのメイドイン北海道、メイドイン北海道、はい、よろしくお願いいたします、お願いします。そして彼らがオンちゃんです。イエーイ、怖い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 、よろしくお願いします。頑張ってるね、鼻が出てる、鼻が出てる、かわいい。紹介しますけど、高須町の東さん、ね、改めて紹介しますが、そして高須町のあったかすくん、そしてこの高須町出身の HTB 谷口アナウンサーです。よろしくお願いします。高須町の谷口さんです。高須町の、はい、後ほど配信始まった時も、それじゃあ高須町の皆さんと言ったら、東さんとあったかすくんと一緒に入ってきてもらっていいですか。お願いいたします。そして皆さん真ん中にカメラ構えている2人います。まず手前、北村さんです。お願いします。また皆さんの表情撮りに来ますんで、よろしくです。そしてもう一人、佐野さんです。お、佐野です。カメラやります。お願いします。よ、GM、GED です。新作見た人、最後の、あ、はい、いいで、GED 佐野亮太見ましたか。もう AD じゃないですから。どっちが使ったら、もう AD じゃない。一番なんかね、偉そうな名前になりますね。じゃあまだ自己紹介されてないよっていう HTV スタッフいますか。金子さん、あ、金子さん、あ、金子さん中にいます。はい、よろしくです。おばさんが来てよりおなかでもいいからね。足りないものあったらいつでも金子テント行ってください。何かあります。何かあります。この辺だというのは何かあります。じゃあ今から配信スタートでよろしいでしょうか。こっちは OK ですよ。こっちは OK、 OK、 はい、まだあれ、違う、あのね、キュウリ1本にしようと思って。味が違うんですか。味が違うから同点ですね。じゃない、12で逆転です。12本、はい、これ狙ってるぞ。今12倒れました。12点追加。食べたらすぐ洗うよ。これしか買ってないの。なんか彩りが、ほい、おい、おか、これだってすっげー入ってるよ。はい、お届けしました。トマトが香辛料がすごい。そんなこと言わずに、これもあるし、先生の美味しいのもあるしね。だからこせばもっと綺麗なんだけどね。まあいいだろう。カレーが食いたい、食べたいしね。
出てますよ。今日は何の日ですか？嬉しいな、誕生日。嬉しい誕生日。誕生日か。誕生日というのは？あ、バスで？夜空見てください。星なんてね、見えない。ちょっと見える。出てる。ちょっと出てる。出てる。ギリ出てる。また1月7日でしょ。全然見えてるよ。また見える。1月7日。はい。すごい。ナバタ様の。はい。北海道8月ですよ。ということで、いきますよ。はい。最後伸ばしました。いや、今も行きました。若干こっちも緊張がありましたけど。いい七夕だ。いい七夕だ。この調子でお願いしたんですよね。オープニングは七夕でしたけれども。してきました。素晴らしい。また会いましょうという。いやいよいよ今日最後の曲となってしまいました。早いものでありました。
多分あの二人が先頭切って死にますまたサムネできますこれ？あ、今鳴らしこれから入れます。ルーフルだなやっぱ。嫌だね。そう。いや、オッケーだと思ってた。持ってた。こちらみたいに何回でも煎じれるっていう。そう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 。多分二三発いけるだろうと思って。あ、もういずれにしよう。え、そんな豆少ないですか。ちょっともうちょい多いか。ストロング。でもまあまあ。でもそんなもんですか。ストロング量ですよ。ストロング量だ。はい。ストロングじゃないもんな。あ、ストロングだ。スケール使ってない。来ました。ストロングです。昨日蒸らせなかったのってあれは何でしょう。あれストロング。あれは金子さんの。こういう豆がいろいろ入ってる。まあ、これ何？これ練乳が必要なやつなの？なくても。なくても飲めるけど。練乳入れるとなんか甘い匂いする。そう、コーヒー牛乳になっちゃうだけなんで入れない方がいいですよ。ね、そうベトナムコーヒーもね、皆さん好きだから。ベトナムコーヒーってでも普通のコーヒーに練乳入れるともらっちゃった体が。試合ってあるんですか？食べられちゃう。酸味が強くなる。